この本当にやばいってなってテストなんで、昨日寝る前にというか詰め込んで朝も頑張ってなんとか終えることができました。イエーイ、チーズケーキ作ったら、なら食べたい。ゆなちゃんめっちゃ可愛い、ありがとう。10日夕方 NNB 行くね。ありがとう。そう、初めて出演させていただくんですよ。あ、かいねかしぐれさん、かわいい、ありがとうございます。フードかぶってシナモンのかぶっけテスト中な。そう、今が一番気持ちいい時。暗い？大丈夫？なんか暗い気がする。これぐらい？なんかさ、あのミミの中学生だと思ってた。あ、野生のシナモンが現れた。パクパク。ううん、シナモンくんは犬です。ひななんちゃんはシナモンが好きなの。そう、ひななんかまかまは、かわいい、ありがとう。ひなのうちを作ったで、嬉しい、ありがとう。皆さん最近ブログ見てくれてますか？なんか前よりもコメント数が減っちゃってる気がして悲しいです。 PM ぜひね、見たよってだけでもいいのでコメントしてくれたら嬉しいな。あ、てっちゃん、くまさん、ありがとう。みなちゃんのママたち、ありがとう。世間じゃないけどいらっしゃいました。ありがとう、来てくれて。新しいシナモン口引いて、まだ引いてないねん、それが。来たい。どっちがユナなんですか？どっちでしょう？じゃあ作ってるよ。コメントします。ごめんね。全然忙しかったら大丈夫なんですけど、本当に、あの、一言でも見てるよってだけでも嬉しいので。ツイッターの方でもブログが、ありがとう。そういうなくツイッターできないから、ビオラの皆さんがしてくれたらとてもとても喜びます。10日初めて夕方に寝目行きます。やったー。ゆなさんもさ、ああいうさ、あの緊張する場面、ほんま上がり症でさ、上がり症というか上がっちゃうからさ、ちゃんと喋るように頑張ります。またコメントしてきます、ありがとう。笑顔が最高、やった。今日見てありがとう、コメントしてる、ありがとう。いつも見てマフって感じ、いつもコメントありがとう。見たわよってみんな書いてくれてる。さあ、後ろに貼ってるやつ変わりました。コメント数元に戻っただと思う、戻っただけと、そういうことか。なんか最近がちょっとさ増えてったからかな。またさ、あのさ、7期の子さ、みんな全体的に増えてるから、ちょっと思っちゃったんかもしれん。はい、フロムインドネシア。おー、インドネシア。 I'm from Japan。
こんばんは、きな声に出てみる。ありがとう。あれかな、下手側の方かな、なんかペンライト持ってくださってた方かな。ドラグルもラブレターもコメント返信できたら全然大丈夫です。ありがとうございます。いつもユナの応援してください。こんばんは。僕今宿題終わってご褒美に任天堂スイッチでマリオさん。宿題ってことは学生さんですか。よかった、 NNB 行きたかった。来てほしかったけど全然配信とかでも。ハートありがとうございます。ゆなちゃんこんばんは、こんばんは。じゃあそろそろおろすかな、いつまでかぶんねんって感じだと思うので、こんばんは、ゆなないこんばんは。ゆなちゃん頭の回転が速く周りがよく見える、辛いと分かって。本当ですか、やった。頭の回転速いんですかね。嬉しいです、ありがとうございます。しっかり見ていきます、ありがとう。同じく夕方の、めっちゃピオラーさん来てくれる、嬉しい。さっきみさきちゃんがひなたも頭もいいしダンスも巻いて、みさきありがとう。みさきも英語、そう昨日ねちょっとあれクリスマスってスペルどんなんやったっけってなって、みさきがこうだよって教えてくれて。みさきこそさ中学1年生に見えへんぐらい大人っぽくて、本当に可愛いですよね。みさきたん将来有望というか、夕方テレビでチケット一瞬で売り切れた。まず偉大な先輩方がたくさんおるし、かもみーちゃんもいるし、ね、今日も早く会いありがとう。上がり症の子ユーミンさんにつかむ、いやあれはマジでユーミンさんのおかげです、本当に。ユーミンさん大好き、ブログ見てるよ、ありがとう。シナモンとのスクショタイムオッケーって言ってもらってね、かぶった方がいいんかな。じゃあ次間違った、あれシナモン君の顔が見えへん、よいしょ。かぶらないバージョン、パッパッ、看板変わりましたの。ブログ更新時間早くして、あれな、なんか早く送信してもすぐ上がらないんですよ。例えば5時に送信しても夜に上がったりするので、難しいんですよ。私というかそういう早くするのが難しくて、朝に書いたりして、だからなんか何時に送るから何時とかが分からなくて。早めに来いとは、でも明日早いのですぐ寝ます、おやすみなさい。白はめっちゃでっかい、かわいさツイッターに欠かさず絶対ありがとうございます。うちの旦那がユナの味ですよ、おすすめし、ありがとうございます。奥様、夫婦揃ってアイドル好きなんですね、素敵な夫婦って。
ありがとうございます。来てくださいまして嬉しい。思ったよりシナモンです。それな、でかかった。ブログは朝でいいですって書いてる。テスト終わりました。かわいい、ありがとう。 AKB 小学メンバー、おめでとうございます。シナモンに会った時、宇宙一可愛いって言ったけど、宇宙一可愛いのになっちゃん、ありがとうございます。嬉しい。7期はユナなんしか勝たん、嬉しい。私がおすすめした旦那さんだったんですか。ありがとうございます。ふうふう、なのってありがとう。今日も可愛いバイト行って、今からバイトですか。気をつけて行ってください。頑張って。7期で他シナモンいる。コハくんシナモン大好き。コハ太郎が、あ、本当だ、自己紹介忘れてた。いきます。ゆなってなんなん、ゆななんなん、みんなの夢の中にもゆなな、はーい。そう、あの昨日の朝、みんなの夢の中にもって言った後に間違えてテストを解けちゃったよ。みんなコメントでテスト頑張ってみたいな感じで言ってくれてたからさ、多分それ早く読まないみたいな感じで思いがあったからかしら。あれ本当に、あ、なんかミラーボールだ。ありがとうございます。ミラーボール、なんかお姉ちゃん笑ってる。テスト受けた、それな、ほんまに受けた。自分でも受けたもん。イナナに仕事頑張って行ってほしいな。お仕事頑張ってください。頑張って、ファイトファイト。世間です、世間さんいらっしゃい。こうあったろう、もうテストのこと考えなくて。7期生で一番仲いい、え、本当に7期生みんな仲いいんですよ。もうみんな大好き、ライバルですけど大好き。いいライバル大好きって感じで。金曜からテスト、金曜からなんや、頑張ってください。今日姉なんがいます、ここに。ママのはちょっと2階に逃げたんですかね。わかんないです。7期生ピピちゃん以外のマイメロ入って、あんま聞かないですかね。ピピちゃんってマイメロなんや、なんかクロミちゃんのイメージ、なんとなく。クロミ好きそう、なんか黒ピンクが好きそうやから。そう、アネナもシナモンし、なんかあのそう、お姉ちゃんの影響でシナモン好きになって言わされました。なんかあの最初お姉ちゃんがマイメロ好きで、それでユナもマイメロ好きになって、それでそう、え、ありがとうございます。そう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 、でそれからあのお姉ちゃんがシナモン好きなっていうのもシナモンになりました。
7期生の返事の掛け声ありますよ。あえて今言わんとこかな。密着とかで待ってるかもしれないんで、そこそれまでに。あ、楽しみで。ほんまなんかショールームの時間大好き。ゆなの中身大人の考え方持ってそう。ほんまですか。けど結構なんか自分の意思ははっきりしちゃうタイプかもしれません。自分の意思ははっきり、なんか自分の考えは持ってるかもしれません。ハートありがとうございます。ユナのラップできる方って本当にすごいなと思って。頭の回転すごく速くて、なんか別に言葉は言おうと思ったらできるんですけど、もう全然曲調に乗れてないというか。ラップできないですね。なっちゃんに会いたいな、ありがとう。お笑いは第7世代が強いから、 NMA も第7世代、お笑い担当行こうかな。ぽっ、かわいいでごちゃる、ありがとうございます。オフィシャルブログにコメント、ありがとう、嬉しい、早速ありがとうございます。テストお疲れ様、心なしかテンションと、テスト終わって嬉しいからかな、テンション高めかもしれません。やったやったやった、ごめんなさい遅れた、大丈夫です。夕方の日出たらいろんなことする。全然大歓迎です、大歓迎大歓迎。いざなんか全然悪いからラップは無理で、本当にそれです。ゆななこんばんは、こんばんは、石鹸さんこんばんは。いつかわよねーねの企画ラップね、やりたいです、いろんなこと挑戦したいですね。ハートありがとうございます、かわいい、ありがとうございます。なんかね、前まで前髪ね、ちょっとねパッツンでこだわってたんですけど、今日昨日の子が見てたらなんかもうすっごい前髪になってて、なんか前髪をなんか最後らへんも全くもう最初の原型がないんで、もうこだわっててもしゃあないなってちょっと思ってきちゃいました。7期生系の動画全部見たけど可愛い、ありがとうございます、嬉しい、めちゃめちゃ好きで、ほんまですか、やったー、ありがとうございます。コメントたくさん読んでくれるから嬉しい、喜んでもらえて嬉しい、いつもコメントありがとうございます。たくさんひなののパフォーマンスを生で見たいの、生で見てほしいです、本当にもう会いたいでしかない。それの TT 今日も可愛い、ありがとう。昨日の恋アクシデントはなかった、ありましたね、ありました、すっごいアクシデントがありました。昨日のチャンネルでいいかな、7期生ラジオで見えた、あれかな、ふわりんたんのやつかな。あきら先生ってどう、あきら先生、あきら先生ってどう、あきら先生は怖いですね。ゆななもラジオ出たり、ゆななも人引きつける、メーカーが、ありがとうございます、嬉しい。そう、白のプロフィール変わってます、お姉ちゃんが書いてくれます。何何、ちょっとね、昨日アクシデントいっぱいありすぎて、本当に俺たちのアキラマイクがゴツゴツって言った、まあ、そのアクシデントじゃなくて、なんかアクシデントがいっぱいありすぎて、ちょっとどのアクシデントを言おうかなと思います。そう、昨日なんか将来の夢で、将来の夢を言ったんですけど、皆さん聞き取れましたか。将来の夢、聞き取れましたか。俺らの飽きたんでも、夕方の夢楽しみ、それなセンター目指そう、目指してます。
センターを目指すんだ。聞き取れたよって書いてくれてる。最後駆け足、それな。なの私の一生の推し変しないか絶対に好き。ありがとうございます。好き。なのならできるよ。ありがとうございます。夕方はモノボケもやらないと。ボケ、まあ元からねやろうという気がなくてもボケちゃった、ボケちゃってますので。そうそう、パチパチパチ。ありがとうございます。シルモン好きです。かまわかまわ。そう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 。ゆなの夢が叶う日まで押し続け、叶ってからも押してください。一緒に幸せを分かち合いましょう。そう、ゆな、なんか自分にとってけど一番の幸せって何かなと思ったら、自分を好きでいてくれる人たちを幸せにすることやなって本当に今日ずっと朝から考えてて、今日朝学校行ったら、あの親友ちゃんからお手紙をもらったんですね。めっちゃなんか感動系のお手紙あって、うわもう絶対なんか絶対なんか、あーもう幸せにして、なんかめっちゃ上から見せたんですけど、幸せにしてあげたいというか、なんかなんて言ったらいいかな、難しい。なのでなんかそうやって今応援してくださってるピオラさんたちに、なんかなんて言ったらいいやろな、絶対押してて後悔させないっていうか、あ押し続けてよかったなって思ってもらえるよね。これから頑張っていきます。てけちゃんコメントくれたらめちゃくちゃ嬉しい。そう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 。ピューラーはユナのお幸せ。ありがとう。ユナも絶対ピューラーを幸せにします。ユナもめっちゃ泣けてきてる。なんかさ、めっちゃ泣いちゃって。ちょっと放送事故でごめんなさい。だってみんなめっちゃ嬉しいことさ、ごめんなさい。このタイミングで。ありがとうございます。ごめんなさい、すぐ泣いちゃって。消えてきたのに、なんかそれな、今泣いてどうすんのって感じなんですけど、なんか本当になんか周りの人に方に支えられてるなってめっちゃ感じることが多くて、ごめんなさい泣いて。ちょっとごめんなさい、借金さんとか何があったんって感じだと思うんですけど、あの本当になんか最近っていうかもうずっとお披露目からそうなんですけど、あの本当なんかピオランさんのおかげで生きれてるというか、
皆さんにめっちゃパワーいただいてて、ゆなもなんかもっとそうそうそう返して恩返ししないとなってめっちゃ思ってて、せいな泣き顔似合うね、ごめんなさい、ちょっと笑顔でいきたいと思います。大丈夫です、ありがとうございます。たまたまの通りがかれてきて、ありがとうございます。はじめまして。一生懸命ないってね、ごめんなさい、本当にいなのもいなのもしくって言ったらみんなよ、ありがとうございます。あ、くまさんありがとうございます。叫んだから笑顔でいきます。そう、もうさ、もうテストも終わったし、もう大好きな NNB48 のことしか考えなくていい毎日になるのが嬉しいです。あ、でここでは面白な小話、あ、それで何があるやろな。昨日の回やったら、そう、さっきあのアーカイブで見てて、昨日の DMM の配信を。で、そう、若菜が初日やったんで、なんかいつものなんか、そうそうそう、若菜とが初日で新芽で歌わせてもらうことが多かったんですけど、なんか2人のパートの時に若菜がめっちゃこっち色の方見てくれてたのに、今全然気づいてなくて、ま、真剣に前で歌ってて、で、若菜にさえ LINE して「あの若菜ごめん」って話してました。で、何がおもろいねって感じなんですけどちゃんと次ねやるときは若菜の方向きたいと思いますとか、昨日本当に高嶺のりんごってか、昨日アンコールの時に、あ、よし、笑顔かわいい、いなちゃん、あめて、ありがとうございます。いなちゃんめっちゃ好き、ありがとう。で、昨日アンコールの時に、今日なんかすっごいパワー出るぞと思って、超はっちゃけてたんですよ。それ、高嶺のりんごの時に、あ、そんなことかな、みんなハプニングって言ってんの。高嶺のりんごの時に、こう、ってとかがあるんですけど、後ろ向かないといけないのに一人だけ前で向いちゃって、しかももう笑いことじゃないんですけどね、本当にもう後ろやったらなんとか顔がさってなっててもさ分からへんと思うんですけど、一人だけ前やから、もうお客さんともうめっちゃファンの皆さんと顔が真正面にあってもうどんな顔して踊っていいか分からへんくて、一人だけ前でこうやっちゃって、まあまあ長い時間前で、なんて言ったらいいやろな、分かります？自分以外の人はみんなでこう後ろで踊るのに、自分だけ勢い余りすぎて、ん？一回転したんかな、それで一人でやってみたいな、もう恥ずかしすというか、もうそうそうそう、後で明らしに、ね、そう怒られるやつで、本当大変申し訳ございませんでした。通りかかったのも何かね、レモンホラーありがとうございます。配信にそこ映ってたっけな、いや映ってなくて、こうやった後映ってなくて、なんか状況理解できてなくて、あれ、なんで一人前向いてんのやろみたいななって、ちょっと次のパートの位置に遅れそうになった時点だけ映ってます、配信に。みんな後ろ向き、ゆななんだっけ、正面、そう、だいぶハプニング。そう、あきら先生に怒られました、怒
怒られたとかもそれも怒られる以前の問題なんですけど、ゆなまんの笑顔素敵だし可愛い、ありがとうございます。昨日声入った一言で言えばめっちゃよかった。ありがとう。高根のところ気づかない。本当ですか。気づかんかった。そうそうそう、定点だとめっちゃそういう演出かと思います。そうけど、そうなのにもろに顔に出ちゃってって顔しちゃって、しかもあの隣にフーアがいて、フーアリンが「あっユナさん間違えてる」みたいな顔でちょっと見てたからと思ってて、これから気をつけます。大変申し訳ございませんでした。反省会ではめっちゃ言われました。いろいろとね、たくさん反省すべきことがたくさんありすぎて、昨日なんか特技を作りたいみたいな MC で話してたんですけど、本当なんかあの本当言えば特技以前の問題で、もうあの公演の反省をたくさんしろって感じなんですけど、コンサート当たらないけど、エアデンヌビー当たる、本当ですか、ありがとうございます。ゆなの笑顔でめっちゃ、ありがとうございます、嬉しい。この部屋にさたち入り寄ってくれたダのホラー編、ありがとうございます。ハリーの真似似てる、ほんまに早かわいい、ありがとう。そう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 、なんか MC とかも落ち着いて喋ろうって思ってるんですけど、なんか言いたいのもなんかめっちゃ張り切ってる子というか、なんかねえちょっと浮いてる子になっちゃってるんですけど、大丈夫そうですかね、その辺。相方は笑顔で、そう笑顔やからさ、もう笑顔じゃない曲の表情が本当に難しくて、だからアンコールからの曲があのらしくないからなんですけど、もうなんかもう素の自分みたいな感じでらしくないからめっちゃ踊ってて、みんな最初はそんなもんやね。ありがとうございます。また声入りたいけど次いつ行けるかなね、あの遠かったら難しいですよね。みなちゃん見てると幸せで、ありがとうございます。昨日の MC 面白い、本当ですか、組み合わせてみて、パン、らしくないのジャンプ、そうらしくないのね、ジャンプは命かけてますそう今膝を故障してるんですけど、あの公演中はアドレナリンが出てくれて、それどころじゃなくジャンプしてます。声の時も笑顔が最高に可愛い、ありがとうございます。シナモン、そう大きい、このシナモン、シナモンちゃん可愛いね。研究生の家からのびのびやったらね、そうたくさん研究してまいります。無理しない、大丈夫。あ、それであの病院行ったんですけど、もう何もなく正常ならしくて、骨とかそんな胃じゃなかったですなんかただの使いすぎみたいな感じで言われて、なのでそういう味をしてくださいえ毎日7から元気もありがとうございます。そうならよかった、そう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 ね、成長痛やったらいいんですけどね多分もう膝の成長は止まってるかなって感じで、何かその日の今年もう一回だけ一緒になるのパフォーマンスが見たいねん、見てほしいです。考えたらさ、今週さお話し会んの楽しみすぎてどうしよう、あっけわっけ
わけわけ昨日の公演キャンセル待ちを向けたって早く、そうなんよ、ありがとうございます。キャンセル待ちをしてね、毎日来ようとしてくださいまして、久しぶり NNB 劇場行ってみたい、まちりなちゃんに、ありがとうございます。ゆなのグラビア早くみたいに、授業ありますか、ゆなのグラビア。ゆななんか線伸びたら嬉しいような形しような、確かに153153けど板野智美さんも153なんですよ。なので153のままでいいかなって思います。これまずは当たらん、そうのあれあるよ、あれ漫画のって書いてくれ、ありがとうございます。ひなのグラビア見た、ありがとうございます、嬉しい。髪下ろしてても可愛い、本当ですか。なんかあの顔が引きつらないので、なんかホテルというか、けど公演中はね、あのこうやって縛られてたら気合が入りますので、そうそうそう、さやかさんも、さやかさん156センチぐらいでしたよね、確か。身長小さいかもだけど、パフォーマンスは聞かれ、ありがとうございます、聞いてありがとう、嬉しい。ひなちゃんの写真集発売待ってる、やったー、待っててください。今からお風呂入ってくるけど、終わっお風呂上がってひなのの配信終わってるかも、本当、もうこんな時間だ、身長低いと可愛さ倍増するよ、じゃあ低くてよかった。ふわりみたいにね、顔が元からも完璧パンプキンな子なのね、あの高身長の超可愛いんです、超可愛いですよ、ふわりふわりみたいな身長も欲しかったなぁ、いうのもけど。今の NNB の子さんが将来の NNB を引っ張っていくね、なんもその子さん組に負けないように頑張ります。なのはさよならルートより投げささんルートを進み、あー本当ですか、なぎささん、なぎささん嬉しい。スクショタイムしな、スクショタイム、最近本当に前髪の調子がバリ、キュンキュンキュン髪の毛を縛られて目がつり上がるのはショールームは、そう目つり上がるね、一回やってみてください。初めて来れました、これからが、ありがとうございます、嬉しい。ひなちゃんのところにずっといていい、もちろんです、嬉しいです、ありがとう。いつかなぎちゃんと お写真撮って、なぎささんとあのYNN の時に一緒に撮っていただいた写真があるんですよ、実は。キャー、こんばんは、ゆなのかわいい、夕食食べながら見てる、ありがとうございます、夕食のお供だ、キリ。ゆななんとうかさんが同じ選抜にいらっしゃいます、頑張ります、うかさん、うかさん、ひなのも妖精みたいだから今の信者で、やったー、時々見せる大人の視線に、大人の目線にドキッとした、だって18歳だのーって言ってひなに会いたいので握手会があるまで配信で、本当に握手会
早くしたいですね。はい、握手。メール待ってる、ありがとう。試験の好き、試験さん、こんばんは。7期生の天使、ゆななんて言ってくれてありがとうございます。話し会でいっぱい話すぞ、話しましょう。夕方って結果残すのよって、なんかお母さんっていうか。ありがとうございます。風呂入ってきます。いってらっしゃい。過酷なロケもしてほしいと思う。頑張ります。心を強くなれるように。かわいい。ありったけなこと。いつか AKB の選抜前だけ。本当に、あ、クレバスゆうちゃんがいっぱい。だるまさん、ありがとう。こんばんは。ねなちゃんに見えてきた。本当ですか。それはもう恐縮です。本当にまた来るね。バイバイ。最後まで見てくれてありがとうございます。バイバイ。最後までいても終わりみたい。ありがとうございます。見てくださいまして。今日も可愛いの、ありがとう。そうだけどな、聞いて、まあ、さ、コーナーできてさ、ここに、あとなんか喉もさ、風邪気味でさ、痛くてさ、ダブルパンチやか、ちょっと痛いねんのとか。めちゃめちゃ可愛いなの見ながら食べたら、癒しが豪華なディナーショーになる。めっちゃ最高に褒めてくださいますやんって言って。ありがとうございます。イナなんてイナの教育だ。そう、あのメンバーの方見てびっくりして、ゆなさんも言って嬉しい。ゆなな見ながら飲むコーヒー。うまい。コーヒー飲めないんです私。コーヒーってさ苦くない？風邪薬飲んだ方がいいかも。風邪薬についてありがとうございます。ごめんなさい、心配かけることばっかり言っちゃって。コーヒー、皆さんはティーかコーヒーどっち派ですか？いつかなんかブラックコーヒーでも飲めるようになりたいな。ブラックコーヒー、ブラックコーヒーだってかっこいいやん。ブラックコーヒー飲めるようになったら。ナナ派で使ってくれてる。ブラックコーヒー、ナナ毎日コメント読んでくれて嬉しい。毎日ありがとうございます。コメント逆にどっちも飲めないで書いてるね。あのよくさ、なんかさセットとかあったらさ、コーヒーこちゃんどうなさいますかって言って、その時困るくない？どっちも飲まれへんかったら。前までいんなその人やってさ、やっとというか紅茶の美味しさに気づいて今飲めるんですけど。あ、みんなブラックコーヒー、ブラックコーヒーってめっちゃあるじゃん。ケンケンにはミヤが滑舌が悪いのいじってたよ。見たことあります、ミヤの配信で。ありがとう、無事にいますってかミヤが言ってて、だってそこまで言ってるかなって感じなんですけど、ちょっとモリモリポテトってって感じで。カフェオレもダメなんですよ。あ、けどアイス、アイスなのカフェオレ味は飲めます。ブラック飲みすぎて胃がしてか、え、ブラックコーヒー飲んだら胃が悪くなるんですか？飲めないね、それは。なんかブラックコーヒーって体にいいかと思ってました。ピューラーになったらいいことがありますか？たくさんあります。ピューラーといながらたくさん愛情を注ぎます。レアチーズケーキ作る。美味しそう。
モリモリポテト完璧パンプキン最近などの配信ハマってる本当やったやったやったありがとうございます。ゆなくんのモノマネまで3、2、1。ゆなくんが自分のゆなくんのモノマネするんですか。え、なんか嫌だけどメンバーのモノマネできるかな。誰かいますか。やってほしい、やってほしいメンバーの人とか。ゆなの偉いって書いてくる。ええー、何があるんやろ。ありがとうございます。みえちゃん、みえちゃん、みえちゃん、ちょっと待ってくださいね。ちょっと考えますフレーズを。なんかみえはなんか人の話を聞くときにちゃんとこうやってうなずいてくれて、リアクション王というか、なんでそこをちょっと今から真似したいと思います。なんかゆなが「あっみえたん!」って言った時のあの瞬間を言いますね。あーみえたんって言ったと見えたんです。あーみえたん、あれなんか何も似てない。あれ赤はちょっとダメでした。なんて言った、なんて言ったらいいやんの。けどみえたんよく笑いますよね、なんか話してる時にあーみたいな。なんて言ったらいいやろ。あれモノマネ下手くそ説出てますか。これ大丈夫ですか、大丈夫そうですか。これ放送事故じゃないですね、大丈夫そうですかね。はいシャルもフォローしました、ありがとうございます。あとミュータン、ミュータンはなんかパッて言われてちょっと考えてきますね。ミュータン、あ、なんかあのミュータンと似てるなって思ったところが、なんか配信の時にありがとうございますみたいな感じでほっぺた叩いてるのがユナも前言ってたから、ミュータンとユナもやってたっつってミュータンと同じありがとうございますってほっぺた叩くのがミュナ風な感じで、多分大丈夫ですって書いてくれて、ニュアンスは伝わってますか。君は可愛すぎるやろって書いてくれてありがとうございます。ちょっと他いてますか、やってほしいメンバー。そう、うんってよくうんみたいなやっててふわりん、ふわりんはめっちゃ簡単、ふわりんはめっちゃ簡単、ふわりん超簡単いきます。F はバーみたいに言って、もうユナさんみたいな、なんかフはよくこうなんかくねくねするから、うん、ユナさんかわいいとか言ってくれます難しい。え、わかります、フはのモノマネにしてるって。マイティはえマイボーみたいなえマイボー、なんかマイティたまに真顔でなんか突っ込んでくるというか、えマイボーみたいな自己紹介ってできるな、もっちゃん。なんかもっちゃんの多分顔の角度があるから、なんかあっちもこっちもまちまちもっちゃんみたいな、この角度がかわいいもっちゃん難しい、もっちゃん、もっちゃん難しい。どんぶらこー、どんぶらこーって言って、みさきも難しいな。みさきは自己紹介って書いてできるな。 I'm ready って書いて、 Are you pretty? Yeah!
バリ発音にモノマネしかできん。みさき、みさきは喋るときにちょっと早口なのが可愛いですよね。もっちゃん今ユナナの話って、なんやろ、怖い怖い。若菜の独特な犬ね。若菜はみたいな。若菜は、ただいまとか言いながらご飯食べてながら言ってた。あ、あかり。カレンさんのピロピロはどう？カレンさん本当に面白い。面白い。ピロピロ。カレンさんが面白いね。カレンさんのピロピロが本当に面白くて。あの、リハーサルの時に初ピロピロを生で見まして。もうなんか場の空気がもう、リハーサルでちょっとピリピリし、皆さん雰囲気がしてたんですけど、カレンさんのおかげで場が和んだっていうか。本当に。カレンさん本当に。優しいし大好きです。カレンタンとユナナは通じるところが嬉しすぎる。恐縮なんですが、ありがとうございます。嬉しい。みんななん対抗してピヨピヨ、もうそれももはやパクリじゃないですかそれ。大丈夫そうですか。こんばんは、関根さん、ありがとうございます。カレンさんとミライさんは鉄のハートの持ち、本当にユナナもそんなレベルに鉄のハート頑張ります。そう、明日の配信は朝にやろうと思います。明日はねレッスンもあって夜できるか厳しいので朝にやりたいと思います。朝の、明日は7時半からやりたいと思います。夜配信はちょっと微妙なんですけど、あの巻いたらやりたいと思います。レッスンが7時半仕事してるって見なかった。7時半難しいかな。じゃあ7時からに変えます。みんな7時からの方がいいかな。この間ブログでさ、巻き巻きかける2みたいな、髪の毛の巻き巻きとリハーサルの巻き巻きかけてたんですけど、わかりましたか。じゃあ7時にします。あ、ユナナの髪の毛巻き巻きしたらレッスン巻き巻きするって書いてくれて、じゃあ7時にします。5時配信で書いて、もう目がこんな感じ、皆さんおはようございますみたいな、多分目が死んでます。指で気づかんかった、分かったよ、書くぞ。やば、書かないと伝わらないですね。にゃん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 、一応かけてました。モーニングコールお願い、おはよう。今やってどうするって感じなんですけど、ほっぺかわいい、ほっぺ。シナモンとスクショタイム、シナモン、シナモンちゃんおいで、こっちこっちおいで。
もん。何時までやるの？15分ぐらいまでやろうかな。シナモンが一番、そうですね、マイメロタンと、マイメロタンもけど土がたいんですよね。あ、くじって教えてくださいましてありがとうございます。少しタイム、パパパパン、はじめまして。見るたびにナナの沼にはまってく、嬉しい。そのまま引き上げませんよ。ピューロランド行ったことある？あ、ないんですよ。それが行ってみたい。そう、修学旅行の時に行きたいみたいな話したんですけど却下されました。そう、修学旅行が東京やって。シナモン、そこはこうて、シナモンくん、あ、今から腹話術やるから。ピオロのみんな、そこ、シナモンできないの。腹話術できませんでした。諦めます。また練習して、練習してやり直したいと、リベンジさせてください。難しい腹話術。クオリティクサクサって。ピューロランドは家の近所、家の近所か。ピューロランドってもうどんな世界だって感じだね。羨ましい。練習してまた。はい、練習しますね。口動いとる。バレてて、くさ。こんばんは、こんばんは。何事もチャリ。年パス持ってるの？ピューロランドの。マイメロって言ったら、ナミちゃん、ナミちゃんだ。坂本奈美ちゃん、いや、奈美さん、奈美さんめっちゃおしゃれですよね。今度ゆなちゃんの胸人生でピュロ、いってらっしゃい。嬉しい。ゆなとピューロちゃんをかざしてくださって嬉しい。ディズニーランド派、シー派。ランド。ここはピオランド。腹話術で魔行とパ行入れたらすごい。おう。無理、無理だ。7期生はユナなんだっけって書いてくれてありがとうございます。ピーヨランド、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 パカ。名前にピオラって書いて、ありがとう、嬉しい。今日も会社の帰りにピーヨランドの帰りの、絶対なんか幸せオーラ満載の人が多いですよね。多分皆さん空港とか好きですか？めっちゃ空港大好きなんですよ。だってなんかさ、旅行とか行く前のなんかでめっちゃなんかみんなワクワクしてるじゃないですか。そのそういう人たちに囲まれている空港さん、空港さんというか空港めっちゃなんかパワーがあるというか、幸せパワーもらえるなってめっちゃ思います。
動物園なら近所なんだけど、あ、動物園なんか動物さん逃亡しちゃいそう。めっちゃわかりますって言ってくれてる。今日大変しました。え、大丈夫ですか。告白の空港が確かに響きが似てる。空港で離陸する飛行機見るのめっちゃ好き。わかる。伊丹空港の南側が絶好や。そうなんや、関空好きやの。なんか関空なんかでっかい傘みたいな置物ありましたよね。シナモンがいる。ユナなんて英語の発音いいね。本当ですか、嬉しい。やったー、英語頑張ってる甲斐がありました。出発ロビーの雰囲気が好き。なんかけど帰りちょっと悲しいですよね。もう着いた瞬間は確かに。着陸するときめっちゃ好き。あのなんかダダダーってなる瞬間、ダダCA さんも昔めっちゃ憧れました。まあテレビでもショールーム見てるね。え、テレビで見て、え、テレビで見れるのかな、ショールーム。ひなちゃん飛行機フェチ、フェチってか飛行機好きですね。やっぱあの私鳥なんで、あの空を飛べる瞬間がとても心地が良いというか、なんというか。じゃあ近くの空港は朝5時から夜1時まで。あ、近くの空港とか東京、東京に住んでらっしゃるのかな。テレビにつないでるんだ。すごい。ユナの CM めっちゃ可愛いかも。あ、なんか何やったっけ、お魚かお肉どうされますかみたいな機内食。その英語のフレーズを忘れました。言わ言おうと思った。ミナナが CA だと飛行機通勤する。嬉しい。そうし、CA さんのドラマとかいっぱいあるじゃないですか、映画とか。あれみんなめっちゃ好き。昔おって会社の倉庫の近所が痛みかく。すごい。フィッシュアービービーフアーチキン。あ、そうそうそう、そんな感じ。4000人超えてありがとうございます。皆さんはいつもどっち選びますか。ビーフアーチキンやったら、どっち選んでたっけな。今やったらチキンってちょっとハズレあんまりないからチキンかな。チキン、チキン。俺北真希さんのパイロット目指す役してたドラマめっちゃ、なんか知ってる、なんか知ってるぞ。今見てたかもしれない、それ絶対見てた、絶対見てた。その辺のドラマも全部見てたもん。あ、ママなんか来たよ。そう、さっきも来てたけど、こんばんは。チキンで住んでてくれて。あ、そっか、国内線、国内線、あ、そママな。うん、ドア閉める音が多分なんか倒した後に聞こえたかもしれない。堀北真希ちゃんの整備士のドラマ、整備士、え、なんか整備士どっちだろう。みんな泣いてるママなんだけど。
もうめっちゃ喜んでるまま横でコロナ落ち着いたら神戸空港か高知へ行きたい。高知ママなん元気ですか。9時10分、あ、そろそろランキング読みたいと思います。国際線乗ったことないからビッシュフィッシュオアビーフ聞いたことはない。国際線しか乗ったことないしょ。ママ高知カツオが美味しくてめっちゃいいとこですよ。急な高知のね血入ってますよ。高知の血多分。お父さんがコーチやったんで、えって書いてる。国際線でも聞かれへんなかもしらん。あ、そっか、カツオの笑い、カツオ美味しいですよね。カツオのたたき、ビジネスクラスだと和食もあったよ昔。ビジネスクラスすごい。めちゃくちゃ話もねえさ。何々の作者の人が高知出身。ほう、何やろ。テレビなんか恥ずかしい。ダイヤモンドなんて恥ずかしいです本当に。じゃあ最後にランキングを読みたいと思いますね。ごめんなさい、1時間ちょっと押しちゃったんですけど、今の中はかまま。昔高知出身の子と付き合ってて一度だけ言ったこと、素敵な思い出ですね。じゃあ言いますね。10歳リョーゴ46さん、リョーゴ RYOG45 さん、ありがとうございます。12クレパスゆーちゃん、ありがとう。11位マッツン、ありがとう。10位スイヒロくん、ありがとう。9位カズサクアットピアラも、ありがとう。8位ユキくん、ありがとう。7位ミスモのあっちゃん、ありがとう。6位ヨウちゃん、ありがとう。5位コロワン、ありがとう。4位カイテコシグレさん、ありがとうございます。アトピアラもありがとう。3位ウルムカク、ありがとう。コメントもたくさんありがとうございました。2位ユウスケくん、ありがとう。そして流行る1位はラッチさん、ありがとうございました。パチパチパチ。では明日は朝の7時にお会いしましょう。今日もね、ブログ書くので、ぜひコメント、ブログ書くのでというかブログ載るので、ぜひコメント、ラブレターにも返信待ってますね。最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ちょっと1時間過ぎてしまいまして申し訳ございませんでした。ではまた明日7時にお会いしましょう。バイバイ、楽しかった、ありがとう。あ、最後19って言わな。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、バイバイ、ありがとう。たくさんコメントもありがとうございました。見てくださいましてどうもありがとうございました。バイバイ、明日7時待ってますね。バイバイ。